質問来てた。デデン TV 見て電動に興味持ったんですけど、強いミュウツーいますか？結論、こいつとかどうでしょう。電動レギュとはポケカを遊ぶルールの一つで、最新のカードから昔のカードまで幅広く構築に使えるルール。様々なカードが使える点や、勝ちに価値があるような大型大会が開催されない点も相まって、純粋なデッキ構築を楽しむプレイヤーが多いルール。基本的にはインフレの最前線、最新のカードの方が HP や攻撃力が高くて強い。昔のカードは HP も攻撃力も低いので、基本的にアタッカーには向いておらず。じゃあ何を基準に昔のカードを採用するのかというと、テキスト。かつて電動レギュで禁止カードだったこのカードを紹介。ミュウツーレベル X、 ポケボディサイコバリア。このポケモンは進化してないポケモンからダメージや効果を受けない。種ポケモンはもちろん、例えばルギア V スターのアッセンブルスターの効果で出したアーケオスからの攻撃も受け付けない。電動レギュでは有名なカード、松房の隠し玉や青霧の切り札、マスタードやゾロワークの幻影変化の効果など、ありとあらゆる踏み倒して出した進化ポケモンからのダメージや効果も受け付けない。覚えている技ギガバーンはさすがに古いカードなのでとても弱く、3エネで120ダメージ与えながらエネルギーは全てトラッシュしてしまう。さっきの説明で、昔のカードは HP や攻撃力が低いので基本的にアタッカーには向かないとは言ったものの、実はレベル X だけは例外。レベル X はバトル場の同盟カードに重ねることで場に出せるカード群。このカードの場合はミュウツーに重ねて場に出す。その際別に下敷きのミュウツーまで昔のカードにする必要はなく、最新のミュウツーで OK。 そしてレベル X は下敷きの技を引き継いで使うことができるというルール。つまりこのミュウツーレベル X はポケボディのサイコバリアで、進化してないポケモンからのダメージや効果を無効化しつつ、3エネリミットブレイク180ダメージを叩き出す。10年後、ポケカのインフレがさらに進み、仮に2エネ3000ダメージのミュウツーが現れたとしても、それがミュウツー EX やミュウツー DX やミュウツー FX とかでなければ問題なくレベル X を重ねて出すことができる。レベル X になることで HP が下がる点だけは注意。今もなお新カードが発表されるたびに強化され続けてるレベル X、 年々増えてくカードの中のたった1枚のカードから面白いコンボに気づいて形にするのは他の誰でもない君しかいない。他にもスタンで使いづらいようなポケモンをエクストラや電動で輝かせるギミックを毎日投稿中。よければ他の動画も見ててね。チャンネル登録、高評価、コメント、質問、リクエストも待ってます。